さん、こんばんは。こんばんは。第2回目となりました LINE ライブ特別番組 LINE ライブウェザーニュースです。皆さん本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ本日第2回目担当いたしますのはウェザーニュースキャスターの眞家泉です。よろしくお願いします。さあこちらの番組ですけれども、ぜひですね LINE ライブのアプリをダウンロードしてお楽しみください。 LINE ライブのアプリをダウンロードしていただきますと、コメントやハートで参加しながら楽しむことができるようになっています。そして LINE ライブのアプリの中にはウェザーニュースチャンネルというチャンネルがありますので、そちらをぜひフォローして、情報をチェックしていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。そして本日も一緒に天気の解説をしてくださいますのはウェザーニュースの予報センター宇野澤達也さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、我々2回目ですね。2回目ですね、はい、やってきました。さあチャットコメントからも、ね、たくさんいただいてますけれども、こんばんは、こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。夜景が綺麗ですねっていうコメントが来てますけれども、夜景ですね千葉幕張の夜景ですね、はい、これはね、こちらスタジオのある千葉幕張、はい、お天気カメラの映像を今ご覧いただいております。はい、はい、皆さんどんどんコメント書き込んでください。こちらの番組はですね LINE ライブをご覧の皆さんだけに配信している番組となっております、うん、皆さんにもうどんどんコメントをいただいて、そのコメントを読ませていただきながらお送りしていくのでね、はい、これからもたくさん書いていただきたいと思います。よろしくお願いします。お、わかりましたと書いてくれてますね。初めての方も遠慮せず、ね、そうですね、初めての方もいらっしゃると思いますけれども、はい、ぜひぜひ楽しく参加してください、はい、さあこちらの番組はですね、どんな番組なのっていうふうに先ほどもコメントをいただいていたんですけれども、うん、先週1週間のお天気のニュースの振り返りや、この先1週間の最新の天気予報をお伝えしていきたいと思います。そうですね、はい、はい、ということで振り返りつつ、うん、最新情報もゲットできるという、素晴らしいですね。素晴らしいですね、はい、天気を振り返っちゃうとあんまりないかもしれないけど、ね、そうですね、うん、まあ、でもねちょっと振り返りつつ、そう、ね、先も見つつという形でお送りしていきたいなと思います。はい、はい、またですねこちらの LINE ライブウェザーニュース、うん、今は褒めていただいたお天気カメラの映像がこちらね出ておりますけれども、はい、この番組各スタイルでやっていきます。各スタイル、はい、書きます。そうですこの後ろの背景にさまざまな素材だったり化粧のモデルだったり、はい、お天気のアイコンだったりいろんなものが出てくるので、うんうん、まあ、そちらに書き込みをしながら行っていきたいと思います。ちなみにアイコンというのは、はい、俗に言う天気マークのことでしょうか。そうですね、はい、天気マークの方が馴染みがあるという方多いかもしれないですね。はい、あの天気アイコンという言葉で言ってますので、はい、使っております。ぜひ皆さんも覚えていただければなと思います、うん、はい、はい、この番組、うん、もう私たち喋りつつ、うん、解説しつつ、はい、宇野澤さんはこの書きつつ、書きつつやってるじゃないですか、はい、第1回目、うん、先週ありましたけど、はい、どうですか、慣れてきましたか。うん、あの、はい、だんだんどこに何があるのかっていうのはね、はい、やってるうちに一瞬わからなくなってきたんだね、うん、そうですよね、喋ってるのか書いてるのか、はい、またまた書きながら喋ってるのか、画面に何が出てるんだとかねそうですよね、あったんですけども、うんうん、まあ2回目になればですよ、はい、この辺のところもだんだんと、お、いい感じで慣れてくるんじゃないかと、お、思ってます。いいですね、はいはい、もう書いたのダイレクトにここに出ちゃいますからね。そうね、はい、あまり綺麗な字じゃないかもしれない皆さんもぜひ後ろも注目しながらやって見ていただきたいなと思います。お願いします、はい、はい、さあということでここで一つ、お知らせなんですけれども、はい、こちらの LINE ライブウェザーニュース番組中に震度3以上の地震が発生した場合には、はい、最新の地震情報に切り替えさせていただきます。その際は地震の最新情報を一緒にご確認いただければと思います。はい、ということで、うん、今日も番組は21時から始まりまして21時50分までと50分までねなっておりますので、はい、短い時間にはなりますが皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、さあでは早速いきます、いきましょうか、はい、最初のコーナーからいきたいと思います。はい、それではいきましょう。ウェザーニュースフィードバック、イエーイウェザーニュースフィードバック、はい、なんだかこうフィードバックするんですよフィードバックするんですね、はい、うん、はい、フィードバックというのはですね、うん、
まあ、振り返りってことですよ、簡単に言うとね。そうですね、うん、フィードバックですから、はい、はい。ということでこちらのコーナーでは、うんうん、先週1週間のお天気のニュースを振り返っていきたいなと思います。はい、皆さんこの1週間はどんなお天気だったか、印象に残ってるものは何かありますかね。ありますかね。どうでしょうか。どうですかね。カズさんイエーイ、カチさんパチパチパチ、ナウナウさんパチパチパチ、ありがとうございます。ハチって何。ハチって何。あ、コウさん、コウさんハチってのはですね、ハチパ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 チの意味でございます。拍手したい時には数字の8をね、はい、皆さん書いてくれるんですよね。うん、はい、拍手拍手ありがとうございます。はい、南さん、視聴者がどんどん増えてるとコメントくれてますが、うん、嬉しいですね。嬉しいですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、ともじさん、さとしさんかな、うん、すごい雨、ね、というコメントもいただいてますけれども、うん、野沢さん、この1週間はどんなトピックスがありますかね。うん、まあ、いろいろあったんですけども、はい、ちょっとねずらずらずらっと見ていきましょうかね。はい、これは明日からの話なんですけど、はい、花粉ついに水量宣言とか、うんうん、と言いながら北海道では白樺花粉ピークだよとかね。おー、そうですね。近畿で今日も30度超え30度超え、うん、もっと見る、もっと見る、もっと見る、はい、桜島噴火しました、うんうん、そうですね。ここでまた近畿で真夏日になるんですけど、はい、結構ね暑い傾向かったかなと思うんですよね。そうですね、うん、今コメントでもですね、うん、カチさん、朝と昼間の温度差があったというような声もあるので、うん、そうね、ちょっと昼間は暑いくらいになったというところもね、はい、きっとありましたね。先ほどコメントいただいた方、友春さん、友春さん、失礼いたしました。はい、よろしくお願いします。はい、それとずっと言ってですね、暑い暑いという中にいきなり出てきたのはこれ北海道ゴールデンウィーク初日は猛吹雪というのがあってですね、猛吹雪、うん、まあそういう意味からするとですよ、はい、うん、片や猛吹雪で片や真夏日みたいな話があって、はい、一体どうなってんだと。そうですよね、いうところがあるかと思います。そうですよね、猛吹雪、うん、まあ、皆さんからこういただくお天気の報告でも、はいはい、雪のもう白くなってる写真などが届いていたので、あ、ね、はい、って思いました。思ったよね、びっくりしましたね。ちょっとまずこの猛吹雪、うん、はい、振り返っていこうかと思うんです。振り返っていきましょうか。ね、松本直子さん、日本は広いねっていうコメントが。そう、広いんですよ日本は。そうですよね、はい、でちなみにこれがですねウェザーニュースに届いたウェザーリポートなんですが、はい、これはね4月30日、はい、北海道北見から届いたんですけど、はい、車雪だるま状態なんですね。そうですね、はい、すごいこんな状況でした。でそれ以外にもね北見の方ではしっかりと降ったといったようなリポートがどんどん届いていたわけなんですけども、はい、実際にこの時北見でどれぐらい積もったのか、うん、これはアメダスの積雪深径といって雪の深さを測るものなんですが、はい、これ、ね、23センチ積もってるんですよ、これね、23センチ、うん、でもやんだ後気温が上がったんで一気にぐーっと溶けて、ね、そうですね、うん、なくなってしまったわけなんですが、はい、うんうん、まあ北海道は確かにゴールデンウィークの頃に雪が降るタイミングってあるんだけども、はい、さすがにこれだけ降るとねびっくりするかなといった感じがあるかと思います。じゃあなんでこうなっちゃったかというところなんですが、気になりますね、原因は一体何だったのか。気象予測モデルの解析結果というのがあるので見てみたいと思うんですけど、はい、ちょっと分かりにくいです。でこれちょうどこの辺りにくるっと丸くなっているところなんですけど、はい、これ低気圧なんですよ。早速書くスタイル発揮してますね、はい、でここからここまでを見ると線がいっぱいあるでしょ。これいっぱいありますね。線がいっぱいあるということは、うんうん、低気圧がすごく発達しているということを示しているんですね、はい、うん、でこの青く塗られている部分が、まあ、降水がありますよ、まあ、何か降りますよという、何か降る、うん、はい、というところなんですけど、うんうん、でこれ上空だいたい5000メートルから6000メートルの高さのところなんですけど、はい、この青いものが来てますよね、こんな風に。そうですね、ブーンって来てますけど、はい、これがですね、おなんでごまさまっちゃったはい、失礼しました、はい、これはですね、いわゆる寒気なんですね。寒気、うん、で、マイナス30度っていうものなんで、数字が書いてありますね、はい、マイナス30度です。これはどうやって判断したらいいんですか。まあ、いわゆる、冬にやってくるような冷たい空気が上空に入ってきた、うん、なるほど、ということもあって、はい、先ほどのような大雪になってしまったというのが、はい、今回の北海道この1週間で気になるところでした。まず1点目、コメントをいただいている皆さんとか、うん、はい、あと番組を見ている皆さんでも、うん、北海道だよっていう方とか ね、 そうね、今回猛吹雪に遭っちゃったよという方もいらっしょいますかね。もしいかがでしょうか、はい、どうだったかというのを、ね、そうですね、書いていただきたいですね、はい、うんうん、続きまして、はい、
バドワイザーさんから神戸は夏日というのがありましたが、そうですよね、こっちを見ていきたいと思いますね、これね、片や、はい、ちなみに、これ、まあ、まさに今日だったんですけど、本日、うん、はい、こちらの方を見ていくとですよ、今日も豊岡では 30.1 度、京都府舞鶴では30度ということで、はい、雨なし294地点で25度以上の夏日になりましたと、はい、先ほどねあれだけあの雪の話をしましたけども、そうですね、まあ、今回はこちらの方は暑いというところだったわけですが、うん、はい、これもねちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい、これ先ほどの天気見ましたけど、そうですね、反対側、おオレンジがバーンとあるでしょ、これね、はい、今度は南からの暖かい空気がズドンと入ってきたんですね、これね、はい、まあ、いわゆるお、各スタイルです、あ、感じ間違えちゃった暖気というのが入ってきたと暖気、はい、先ほどの寒気に対して暖かいっていうことですね、うん、そうそうそう、暖気というやつ、はい、であとはあの南からこう風が吹きましてですね、うんうん、この辺り、近畿もそうですけど少し山越えになるんですね、うん、山越えになると、はい、何が起きるのか、これをちょっと説明すると長くなっちゃうんで、はい、それだけ覚えてほしいですが、なるほど、こう山があります、はい、山と山があります、はい、そうするとですね風がこうやってきてブーッとこう吹き下ろすんですよ、山にこう越えていく感じですね、越えていく、うん、はい、そうなるとこちらの気温よりもこちらの気温、こちらの気温よりもこちらの気温の方が高くなってしまうんですね、うん、これをフェーン現象と言います、フェーン現象読めないね、これ今ちょっと言おうかどうしようかちょっと一瞬悩みましたけど、フェーン現象というのがあってフェーン現象、はいはい、これもあの気温を上げる原因となりましてですね、なるほど、30度超えだったと、うんうん、こんな形でありました、はい、あ、はい、フェーン現象だっけっていうコメントもいただいてまして、松永さん、はい、うん、はい、伊藤健さん、とにかく暑い、うんうん、先ほどあの北海道の方レイさんから、うん、あの北海道服装選び大変ですよっていう声があったんですけど、ね、うん、西日本の方は西日本の方でまたちょっと ね悩んでしまったりするかもしれないですよね、はい、結構あの今日半袖デビューしたよっていう方もいらっしゃるみたいですけれども、ああ、そうかもね、自分半袖です、はい、あ、私も半袖です、お、半袖だ ね、うん、やっぱり昼間暖かくなりますからね、はい、これからの時期ですけど、うん、が特にこうメインにはなってきますけれども、ね、熱中症にも注意したいですよね、これ熱中症がさ、うん、本当に、ま、もう少し季節が進んでさ、はい、毎日こう大体25度ぐらいだよってことになると、はい、体の方も慣れてくるんだけど、そうですよね、こうね変化が大きい時ね、はい、これは体が追いつけませんので、確かに、熱中症には気をつけていただきたいと思います、そうですよね、あ、りょうさん、神奈川は涼しかったな、うん、ちょっと関東今日は暑さは控えめだったかもしれないですね、うん、そうね、関東に関して言うと少し雲が出ていたというのもあるので、うんうん、はい、あと若干北東だったかな、うんうんうん、風向きによって関東はだいぶ体感も変わってきますので、はい、その辺りが影響したかもしれません、なるほど、はい、はい、分かりました、うん、ということで皆さん今日は2つ振り返りをしていきましたけれども、うん、いかがでしたでしょうか、ね、どうでしょうか、最初にコメントありましたけどやっぱり日本は広いなっていうふうに、うん、広いよね、感じる方もきっと多いですよね、うん、日本は広いですよ、稚内から、北は稚内からね、はい、沖縄の一番南まで行くと井戸でどれさんだわ、そうですよね、2、3週間じゃない、うん、小野沢さんはもう北も南も、はい、結構いろんなところ行ったことありますか、日本全国、あ、ありますね、ありますか、うん、お、あちこち、はい、仕事ですけどお仕事で、はい、そうですね、うん、皆さんの土地にももしかしたら行ってるかもしれないですね、そうですね、はい、はい、ということで、今日はですね北海道の雪と西日本の気温上昇、うん、はい、ニュースで振り返っていきました、日本ですとこういったまだね暑くもなりきらずっていう時期ですけれども、あのちょっとここから一個グローバルな話をしてもいいですか、グローバルな話何でしょうかちょっとグローバルな話に行ってもいいですか、どうぞ、あの皆さんにはですねこの LINE LIVE ウェザーニュースいつもこうソライブ24をご覧いただいているんですけれども、18時から20時の2時間の時間帯はですねアラスカのフェアバンクスに設置しているライブカメラの映像もご覧いただいてるんですよね、うん、そうですね、そこからは何を見ていただいているかと言いますと、うん、オーロラの映像をオーロラ皆さんにお届けしてるんですよ、はい、日本だと見られないですけれども、うん、フェアバンクスだと綺麗に見られることもありますよね、うん、と言いつつ、はい、
今これはどういう状況でしょうか。これはですね、アラスカフェアバンクスなんですけど、はい、緯度60度ということで、はい、だいぶ北の方になりましてですね、うんうん、これからだんだんと太陽が沈まなくなってくる白夜というのを白夜ですね。なので今この時間今光ってます明るい明るいです。のんじろさん真っ白やん真っ白やんだとということで、はい、オーロラがだんだん見えにくくなってくるんだなと。そうですね、いうところですね、うんうん、はい、まあ、そういったところでもちょっと季節を感じられたりしますね、うん、まあそうね、はい、はい、ということでちょこっとオーロラライブの話も、はい、させていただきました。ではですね、うん、引き続きコーナーの方も進めていきたいと思いますので、はい、続いてのコーナー行きましょうか。続いてのコーナー、はい、続いてのコーナーは LINE ウェザーでーす、はい、LINE ウェザー、これ何ですかね。はい、LINE ウェザー、うん、ウェザーですからお天気です。まあ天気でしょうね、はい、天気の番組ですから。天気の番組ですよ、はい、皆さんこれはお天気番組です、はい、はい、ということでこの時間はですね、ここから明日、うん、そして週間の天気をお伝えしていきたいと思います、はい、ので野澤さん引き続き各スタイルで天気の解説をしていただきたいと思います。わかりました。あ、いっぱいパチパチいただいてますね。ゆきとさん、まさっちさん、ホワイトナッツさん、ありがとうございます、はい、バッドウェイザーさん、ありがとうございます、はい、でははい、じゃあ行きましょうか。はい、明日と週間の天気、明日と週間天気、じゃあまずですね、ここでは気象予測モデルなんかも使ってみたいと思いますけれども、はい、まずはこちら気象衛星ひまわりから見た雲の様子なんですね、はい、はい、こちらの状況を見ていただくとですね、いくつか特徴的なものがあります、はい、まず中国大陸にあるこの雲、結構白くはっきりしてるんですけど、こいつなんですけど、実はね、中国で大きな氷を降らせたりとかね、そういうものなんですね。あとこの辺り見ていただくと、はい、少し北の方にもっと盛り上がってますよね。そうですね、うん、これはね、低気圧が発達しつつあるよっていうところを示しているんですが、うんうん、はい、まあ、いずれにしてもですね、この雲全体としてこれから明日にかけてというところ、はい、東の方にこう進んできます、うん、ですので西の方から雨の方が降り出してくるという形になりそうです、はい、であと雨の降り方も強いんですけど、風も強くなるといった状況となりそうなので、そのあたり注意をしてください、はい、では気象予測モデルのシミュレーション結果、こちらの方で見ていきたいと思うんですが、はい、はい、皆さん、宇野沢さんの解説分かりやすいってなったら、もうハートマークを全力で押していただきたいです ね、 お願いしますね。分かりにくかったらごめんねみたいな、いいねのハートマークをもうどんどん押していただけたら、はい、嬉しいなと思います。多分伸びてますね、うん、ありがとうございます。すみません、はい、すみませんとか言っちゃって。じゃあこれを少しだけ変えましょうか、はいはい、あ、風強いのやだ、ゆうきさん、まさか雨降るなんていうコメントもいただいてますけれども、まさか降るんですゴールデンウィーク晴れてほしいなという声もいただいてますね、はい、じゃあ行きましょう、はい、ではこちらの方なんですけど、はい、まあ、この、ま、こっちの、こっちの側でいきましょうかね。あ、ここね、はい、逆の方がいいね。お、あの、人と重なっちゃうから、あ、私たちちょっと時に、そうそうそう、時に邪魔してしまうんですね。そうね、そうそう、時にそういうことあるんですね、はい、そうなんですよね。なのでポイントはこちら側なんで、こっちから見ていきましょうか、はい、これがですね、この青いところあります、うんうんうん、この辺が、まあ、雨雲と思ってください、はい、うん、でこれが今夜ちょうど日付変わる頃なんですけども、はい、時間進めていきますね、はい、午前3時、明日の午前6時、うんうん、午前9時、はい、お昼の12時、はい、15時、18時で、夜の21時で、4日の午前0時、うんうん、で、4日の午前3時、4日の午前6時といった状況になるわけなんですけども、はい、なるほど。宇野沢さん、うん、そもそもで申し訳ないですが、はい、気象予測モデルって何ですかっていう、ね、あ、気象予測モデルですか、はい、あの天気予報を作るときはですね、はい、この気象予測モデルというので、大気の状態というのを計算するわけなんですね、うんうんうん、で、まあ、1日何回か、あの全世界でですよ、はい、地上の状況とか上空の状況を、まあ、観測します、測りまして、うん、はい、それをコンピューターにかけて計算した結果がここにいうふうに出てくるということになります。なので、予報の一つの、ね、元になっているようなものになります、うんうん、はい、でこちらの方で見ていくと、西日本の方をちょっと見てみましょうか、はい、西日本見ていくとですね、行きましょう、ちょっと時間戻しますね、はい、やっぱり気になるのはね、あの九州だと思うんですよ。そうですね、で九州見ていただくと、はい、これがですね、明日のお昼なんですが、かかてて、青いところしっかりかかってます、はい、で15時、この黄色やオレンジの部分は非常に強い雨と思ってください。これが15時です。
でさらに近づいてきます。で18時の段階でちょうど熊本、はい、で21時の段階で大分からギリギリ抜けて今度は四国の方にかかってくるという形になりますから、明日のね、また午後から夕方夜にかけてというところ、地震による被害の大きかった熊本、それから大分に関しては強く雨が降るので、二次災害には十分気をつけていただきたいと思います。そうですね。はい、その今この雲が通過していくこのタイミングが一番ピークの時間になる、はい、ということですかね。そうだね。ピーク見てください。はい。ですので、ね、明日もちょっとこちらの方十分気をつけてください。そうですね。でその後だんだん東の方に進んでいくので、はい、明日の段階だと、まあ、日付変わる頃から少し明後日の明け方ぐらいにかけては今度は近畿の方にこの強い部分がやってくるという形になります。はい、ただね形見てもらうと、こう南北に立ってるでしょ。そうですね。なので一箇所あたりを通過する時間というのはそれほどかからないと思うんで、なるほど、強い雨がずっと降り続けるわけではないかなというところです。これ逆にこういう長くなってしまうと、そう長く続いてしまうということですか。例えばね雨雲がこういう形で続いてこちらの方に進んでいくと同じところでずっと強い雨が降り続けることになってしまうので、はい、まあ、今回はそれからすると短い時間ですけども激しく降るよということで見ておいていただければなと思います。わ、はい、かりました、はい、ではさらにその先行きましょうか。その先も見ていきましょうか。はい、その先なんですけど、こちらになります。これね一応書いてあるんだけどさ、一応書くね。はい、これ4日ちょっとね画面が小さいので5日書いてもらいましょう。6日7日、はい、9日というところなんですが、ゴールデンウィークも後半戦ですね。これ見てもらうと、はい、まあ、これ例によって この色がついているところは雨なんですよ。雨が降るところなんですが、はい、4日降るでしょう。5日北海道ちょっと降ります、はい、でもここは晴れます、うんうん、6日は、ね、比較的晴れるかなと思うけども九州からまた雨降り出してくる、で、7日はまたねしっかりと雨雲かかってますよね。もう日本列島がどこだか分からないぐらいですね。これね、はい、で、8日になると一旦抜けます、はい、沖縄の方だけちょっと雨雲かかってます、はい、その先ね、またこちらに前線九州、ね、やってくるのでまた降ってくるということで、はい、まあ1週間通してみるとですよ、はい、比較的変わりやすいんじゃないかなと、そんな天気となりそうですね。なるほど、はい、わかりました、ではですね今詳しい解説をしていただきましたけれども、ここからは明日と週間のお天気を、先ほど言いましたお天気のアイコンを使って見ていきたいと思います。はい、はい、では私から説明させていただきたいと思います、はい、さあそれではまず明日の天気から確認していきましょう。明日は、5月3日の火曜日ですね。明日はだんだんと雨が降り出してくるところが多くなっていきそうです。ということで西日本から見ていきましょう。お、ではこの画面で西から順番に天気を見ていきたいと思います。はいちょっと私が邪魔してるかなまたはい、それでは沖縄から見ていきたいと思います。沖縄は特に午後はざっと降る雨や雷雨に注意が必要です、雨の前は特にムシムシとした体感になるので服装選びにご注意ください。そして福岡や広島など西日本はだんだんと、雨が降って強まる雨、突風や雷雨などに注意が必要となりそうです。朝から雨が降っているところもありますのでお出かけの際は雨具が必須となりそうですね。そして、九州、熊本や大分でも、こちらの地域でも荒れたお天気になりそうです。こちらはちょっと他の場所とは、色の違う濃い青色のアイコンが出ているかと思いますが大雨嵐のアイコンですね。明日は雨風が強まって荒れたお天気となります。新たな土砂災害などの発生には十分警戒してください。また、寒さは控えめですけれどもジメジメとした体感になるので衛生状態の悪化などにもご注意いただきたいと思います。そして大阪など近畿エリア、こちらは朝日差しが届いていても天気は下り坂です。だんだんと雨が降り風も強まっていきますのでお出かけの際は雨具をお持ちください。そして東日本見ていきましょう。金沢など北陸、今日も気温が非常に上がりました。明日も日差しが届いて気温ぐっと上がっていきそうです。昼間はしっかりと暑さの対策を行ってください。そして夜はだんだんと、雨が降り出してくるところ多くなるので帰り道のために雨具をお持ちください。
そして名古屋など東海エリアです。こちらも朝は薄い日差しが届いてもゆっくりと天気は下り坂で、夜は雨が降り出しそうです。そして、関東エリア、東京は晴れのち曇りとなっています。午後はだんだんと雲が増えていきますが、お出かけには問題ない空となりそうです。ですがだんだんと風が強まるので、お出かけの際は上着は準備しておくと良さそうです。東北エリア、仙台や秋田などは晴れて日差しが届きます。昼間は気温が上がっていきますが、朝晩との気温差大きくなるので、うまく服装で調節をしてお過ごしください。そして北海道、こちらは日差しが届いて穏やかなお出かけ日和となるところが多くなりそうです。北海道、今が桜見ごろというところもあると思いますが、そういった地域ではお花見も楽しめる陽気となりそうです。ただ昼間、季節外れの暑さとなるので、体調管理にはお気をつけください。続いて週間天気をお伝えしていきます。まずは西日本からです。沖縄は周期的に天気が変わります。晴れる日は気温がぐっと上がって日差しも照りつけるので、紫外線対策が必須です。そして九州や中国、四国、こちらもお天気は周期変化するので、日差しが届く日は有効に日差しをお使いください。明日雨風が強まりまして、4日の水曜日、このあたりになってくるとまたお天気は回復していきそうですね。雨の対策は早めに行っておくと良さそうです。そして近畿エリア、こちらはお出かけを楽しめる日が多くなりそうです。ですが金曜土曜にかけては雲が広がって雨の降る日もありそうです。続いては東日本、北日本です。東日本や東北エリアに関して、こちらはお天気周期的に変わりますので、お出かけや洗濯などは計画的に行った方が良さそうですね。昼間と朝晩との体感変化には引き続きご注意ください。そして北海道も天気は周期変化します。晴れる日はこの時期らしい暖かさとなり、桜前線も少しずつ北上していきそうです。ということで、明日と週間の天気をお伝えしていきました。それでは戻りたいと思います。野田さん、お帰りなさい。はい、すごい天気番組っぽかったよね、今ね。ぽかったですか、うん、およかったよかった、お天気番組ですからね。あやさん、りょうさんかな、はい、うん、まあ、ちょっとね、一緒に気をつけなきゃねっていうのもそうですね、うんうん、そうか、遠足今日でよかったねと。おお、うん、りゅうたさんでいうのかな、はい、雨降るからサッカーの練習できないやんと。お大変です。大変です。はい、サッカーの練習、うん、それもこう晴れる日を ね、 そうね、狙ってやっていただきたいんですけど、まあ、ただでも本番の時にさ、晴れるか雨降るかで、はい、それによってピッチコンディション変わってきますから、それに合わせる、ね、練習というのにもなるかもしれませんよね。なんか今サッカースイッチ入りましたか、うん、野田さん。いやいや大丈夫です。もっと語りたそうですね。いやいや大丈夫です。全然大丈夫。ちょっとお時間がタイトなのでね。そうだね、はい、そろそろ次のコーナーに行きたいなと思います。はい、はい、お天気アンサー。はい、アンサーです。イエーイ。この番組、最初にお伝えしました通り、うん、皆さんからコメントいただきながらお送りしていきますので、はい、この時間は皆さんからの質問、お天気に関する悩みなどに答えていきたいと思います、うん、はい、野沢さんもいらっしゃるので、もうここのこの日のこれが知りたいとかっていう、ね、細かいものもできる範囲で答えてもらいたいと思います、うん、はい、皆さんどんどん書き込みしてくださいね、うん、どうでしょうかね。なんかお天気ってさ、うん、なんかよくあるじゃない、はい、低気圧が近づくとさ、はい、腰が痛くなるとかありますよね。よね、そうそう、気圧下がると頭痛がするとかいう方もいらっしゃいますしね、うん、熱中症対策、お、そうね、確かに熱中症対策、はい、熱中症対策はやっぱりこまめな水分補給というところがね、うんうん、一番大切なんですけ ど、 なるほど、実は少しねこう塩分も取ってもいいんですよ。う、うん、なのでそういう意味からすると、スポーツドリンクで結構効くんですよね。あ、塩分も含まれてますしね。そうそうそう、で、うんうん、一気にの全部飲んじゃうとダメなのね。あ、うん、ちょこちょこと、そうそうそう、で、あと口の中を常に湿らせていく状態にしておく。あ、そうなんですね、うんうん、これが一番いいのと、はい、あとはいろいろさ、夢中になっちゃうとさ、忘れちゃったりするんだけど、それは無理にでも休憩を取るようにした方がいいと思いますよ。うん、外でいろいろ作業されても、ね、する方はぜひお願いしたいと思います、はい、時間とか決めておくといいかもしれないですよね、うん、そうだね、はい、分かりました、うん、あとはですね、土曜日の近畿の天気、熊本の天気が気になる、うん、雨の降り出す、明日の雨の降り出すタイミング、今年の夏は暑いですか涼しいですか。今年の夏、今年の夏はね、はい、今エルニーニョがだんだん収束してきてですよ、
ラニーニャになるんじゃないかと。おっと。言われてるんですね。はい。でラニーニャになると高気圧の中心が西に寄ってきますから、はい、そうなるとですね、暑くなるんですね。おお、うん、深い話になってきましたね。ちょっと深い話になりますけど、はい、はい、なるほど。今日風強かった。スタジオどこですか？うん、エスタです。そうじゃなくてエスタです。エスタで伝わるんですかね。エスタなんですけど、幕張です。はい、はい。コウさん、金曜遠足なんで天気教えて。コウさん、場所どこでしょうかね。金曜日遠足、うん、どちらの地域でしょうかね。金曜日ね、今のところこちらの方ですよ。予測モデルなんかで見てみると、はい、ちょっと九州、沖縄に関して言うとちょっと雨かかるかなと。あと北海道もね、うん、だんだんと雨降り出してくるかな。旭川結構微妙かな。午前中は多分大丈夫です。はい、うん、午後になってくると少しちょっと 雨雲が入ってきてしまうかなと。そんな流れとなりそうですね。うんうん、はい。遠足の時のおすすめおやつはありますか？遠足の宇野沢さんの外せないおやつはありますか？遠足の時はさ、チョコボール。チョコボール。意外と可愛らしいお菓子を持ちなんですね。子供の時でしょ。子供の時の遠足はね、チョコボール、うん、チョコボールか。はい、確かに手軽にね、そう食べれますしね。ほなみさん、黄砂はまだ飛びますか？はい、うん、だんだんとこの後ね、収まってきます。うん、黄砂の元となるところがこの後はね、いわゆるあそこって草原地帯なんですよ。はい、うん、そうすると草がだんだん生えてくるでしょ。うん、なると砂自体が飛ばなくなってくるんでね。はい、この後だんだん収まってくるという形になりそうです。はい、はい。あとはですね、ともはるさん、うん、風ってどこから来てるの？風、うん、風はですね、地球がよく来るんですけど、なんで風が起きるのかというところなんですが、はい、これは結構ね、いろいろあってですね、地球が回ってるからというのも一つあるんですね。あ、うん、自転している。そうすると陸地との摩擦によって空気が動き出しますから、うん、はい、うん、それでぐるぐる回り出すんですが、まあ、あとはね、地球が傾いてます。季節がありますよね、ちゃんとね。そうですね、だから温度の変化も出るわけですよ。はい、で温度が高くなると空気って軽くなるんですよ。うん、で温度が低くなると空気って重くなるんですよ。ほう、で重い方から軽い方に今度空気が動き出すんですよ。はい、それで風が吹くんですね。なるほど、はい、わかりましたでしょうか。はい、はい、あとはですね、うん、先ほど来てましたが、バーベキューをやる。お、バーベキュー、四日市の方だったかな。四日市大丈夫そうですかね、いつでしょうかね。明日出したでしょうかね。明日っていう声もありました。明日かきついですね。明日はですね、はい、雨という点からすると四日市はでも夜には降っちゃうかな。うん、うん、日中帯だとまあいいかもしれないんですが、ただ風が強いんでね、バーベキューは火を使いますから、そうです、ね、火の取り扱いには十分に注意をしていただければなと思います。わかりました。うん、あとは流星群見れるの？わかりません。はい、6日はね、流星群、うん、ですよね。6日の前夜ですけれども、ちょっとこれからまた ね、 そうですね、気になりますね。気になるところですけどね。はい、日本付近はどうなのかな。6日でしょう。6日はまあ比較的、6日はですよ、はい、これでも朝なんでね、7日の状態がこうなっちゃうんで、7日の朝ぐらいがこうなっちゃうんで、だんだんと見えない方に寄っていってしまうということは、そうですね、コンディション的にはですよ。はい、うん、コンディション的には、はい、わかりました。あとは皆さんどうですかね。うん、結構いろんな目線からの、そうね、情報もね、例えば、うん、前にここちょっとソライブでも私、はいはい、話が出たことがあったんですけど、こうデートに行くときにデート折りたたみ傘はあった方がいいのかっていう話だったりとか。あ、これさ、これ結構ね、はい、悩むよね。うんうん、基本は持った方がいいと思うんですよ。そうですよね、うん、万が一に備えてね。そうですよね、だって、ね、うん、こういきなりさ、特にこれからですよ、季節になると空気が温まってきますから、はい、うんうん、いわゆるベタっとした雲じゃなくてさ、モコモコっとした雲が湧き出すじゃないですか。はい、そうなると急に降ってきますからね。そうですよね、うん、そんな時にどう対応するのか、うん、で街中であれば喫茶店に入っちゃってもね、なるほど、そういう手はあるんですけど、はい、そうじゃないとこ、今日は少し広いところに行こうじゃないかなんて
出方ひんやですよ、うんうん、振られた日にはもうどうにもなりませんからね、うんうんうん、で置いた日傘を持っていくというのは結構ありなんじゃないですか。なるほど、はい、あ、日傘兼用でいいんじゃないかなって声もありますが、カツさん、うん、確かに夏場は便利ですよね。便利便利、うんうん、あれどうなのかね、はい、でもさ荷物にはなるんだよな。そうですね、うん、確かに確かに、まあデートですからあのそこでどうしようかということなんだと思うんですよ、うん、そうですね、うん、はい、例えばそれがね初めてのデートなのかそれともあのそれ以降なのかというところでですよ。深いですね、うん、それによって変わってくるんじゃないかと、はい、なるほど、うん、であとはねないね、この話何があるのかないいですよ、もうやめましょうか。いいですよあの男目線にしたんで、あの自分は古い人間なんで、あの基本的にそういう時には全て男が対処しなければならないという考え方を持ってますね。素敵じゃないですか、うん、いいですね、はいはい、そうじゃないと奥さんに怒られますんで男性陣頑張らないといけないですね。そうですね、はい、はい、うん、あとは皆さんどうでしょうか、質問などあれば、はい、はい、うんうん、ちょっとした心遣いが良いのでは。そうです ね、 そうね、はいはい、ということで、うん、そろそろですか ね、 そうですね、はい、うん、皆さんコメントたくさんありがとうございま す、 います。また番組では、うん、こうして皆さんとのコミュニケーションの時間もすごく大事に、ね、していきたいですので、はい、またコメントお待ちしております、うん、はいはい、お天気アンサーをお送りしていきました、はいはい、では、うん、ちょっと言いづらいんですけど宇野沢さん一旦、あ、すみません、一旦はけていただいて、また後ほどまた後ほど帰ってきます、はい、さあということで私一人になってしまいましたけれども、ここまで皆さん楽しんでいただけているでしょうか。今日第2回目ということですけれども、今日が初回だよ、初めて見るよという方もきっと多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。あの見ているけれどもコメントはちょっとまだできてないなっていう方もきっといると思いますけれども、もしよかったら気軽に、どんどん参加していただけたらすごく私たちも嬉しいです。あのウェザーニュースという名前だけでもね、ぜひ覚えて帰ってくださいはい、ということでですね、この番組お天気番組ですので、あの宇野沢さんがこうしっかりお天気の解説をしてくださったりですとか、まあ、ちょっと皆さんとこうお話を楽しむ時間だったりですとか、いろいろあの楽しくお送りしていきたいなと思うんですけれども、ここからはですね、さらにちょっと別ジャンルな楽しい時間をお届けしたいと思います。それではいいでしょうかね、いきましょう。意識高い系天気、イエーイ。さあ第2回目の今日もやってまいりました、意識高い系天気。皆さんなかなか聞き慣れない、なんだろうそれはと思う方もいるんじゃないでしょうか。来たーっていう声もありますね、イエーイ。さあこの時間はですね、ちょっと今日もある方をお呼びしているんですけれども、出てきてくださいますかね。はい、行きましょう。おっと、トリプルアクセル皆さんこんばんは。こんばんは。はい、はい、ということで、ゲストをお呼びしました。はい、はい、私村田と申します。意識高い系天気担当でやってまいりました今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、はい、まさかトリプルアクセルから入ってくるとは思わなかったですね。やっぱりあの意識高いですからね高いですね、はい、ジャンプも高いです。常に高いところに目線が、はい、はい、さあここからの時間なんですけれども、はい、テンポよく参りたいと思います。おお、意識高い系天気とは何か、まずそちらの説明から参りましょうか。行きましょう。こちらの素材どうぞ。はい、意識高い系とは、意識高い系っていうのは、はい、できる限り難しい説明をしてですね、はい、その知ったかぶりをするそういう人のことを言います。できる限り難しい説明。本当に意識高い人は、ね、あのみんなが理解できるように、はい、ね、難しいことをより簡単に説明できる人が意識高い人なんです。それがありがたいですけどね、はい、うんうん、逆です。逆ですか。逆です、はい、意識高いっていうのは、ね、より難しく説明をするっていうのがポイントです。はい、じゃあ戻っていただいて、はい、実はですね、先週の、ちょっと反省点がありまして、あ、そうなんですか。先週はあまりにも天気が分かりにくかったと、ちょっといろんなワード出てきましたからね、話がありましたので、はい、今週はちょっと分かりやすくしております。楽しみです、はいはい、今週はゴールデンウィークの天気いってみましょう。イエーイ。さあそれでは村田さん、よろしくお願いします。まずはですね、西日本のゴールデンウィークの天気です。大阪から那覇、はい、はい、5月3日
ドラスティックな前線の通過により雨が降り出します。はい、短時間クラウドソーシングで強風も吹きます、はい、クラウドソーシング大きな災害、地震に見舞われた、熊本や大分も雨が強まる恐れがあり、二次災害に注意が必要です。はい、ここは普通にあります。はい、分かりやすかったです。4日、5日参ります、はいはい、メテオロジカルが回復し、再びお出かけオポチュニティになりますお出かけオポチュニティ、ただし熱中症にはご注意ください、はいはい、6日以降、前線や湿ったマイナスイオンで雲が広がりやすくなります。はい、にわか雨が無限の可能性があるというのが6日以降の天気になっております。無限の可能性、はいはい、そして那覇参ります。はいはい、だんだん梅雨ローンチが心配なブルーオーシャンになります前線や湿ったマイナスイオンで雲が広がりやすくなり、にわか雨に注意してください。はい、はい、前線と高気圧のせめぎ合い、そろそろ梅雨ローンチのモチベーションもアップしてきます、はい、梅雨ローンチ、晴れると汗ばむ暑さになります。季節も次世代へバトンタッチされそうですUV 対策もマストハブですね、はい、マストハブ沖縄だけに、はい、さあそれでは続いて参りましょうか、はい、続いては札幌から名古屋、あ、そうです、札幌から名古屋のお天気、ゴールデンウィークのお天気です。お出かけは、3日にクロージングをしてください。クロージング試される大地、北海道を参りますね、はい、3日はお出かけを楽しめるメテオロジカルです。函館や札幌、桜のリソースで世界を変えるチャンスですドラスティックな寒暖差でノマド的な服装がレコメンデーションとなります。レコメンデーション、4日からですね、はい、4日から、はい、再び雨が降りやすいブルーオーシャンとなりますストロングな寒気がアセットを通過し、リスクヘッジや雷雨の恐れがあります。はい、気温はアベレージかややファーラウェイ昼間は羽織るものがあれば十分なキャパシティになります。キャパシティ、それでは東北参ります、はい、東北は日差しが届いてお出かけオポチュニティまた来ましたね。ただ太平洋側はオフショアが強まります、はい、4日5日フロントラインが通過してフルコミットの雨ですね。フルコミットの雨、フルコミットの雨になります、はい、5日には、東の海上に去ってメテオロロジック回復です6日以降は日本海側ほどにわか雨がポッシブル。お出かけされる方は折りたたみ傘のローンチがタイミングとなりそうです東日本もありますね、はいはい、東京3日4日低気圧と前線がアクセス、クラウドソーシングから雨が広がります、はい、交通にインフルエンサーが出るワンチャンがあるので、お出かけは交通インフォマーシャルデータベースをウォッチいただければ結構です。長いですね5日6日は、再び高気圧に覆われてビジネスモデルを楽しめる穏やかなブルーオーシャンになりますブルーオーシャン外せないですね。マネタイズにお出かけになる際はしっかりと水分補給をしてください、はい、7日以降はマイナス4と、雲が広がりやすいフェーズによって雨のワンチャンがあります。ワンチャン、はい、これですね、はいはい、お出かけは折りたたみ傘があると将来性も安心できますそうでしょう以上、ゴールデンウィークの天気をお伝えしました、はい、はい、浦さんありがとうございました。はい、わかりました。本当ですか、はい、私思わず嘘でしょって言ってしまったんですけど将来性も担保されますからね、はいはい、どうですかということで、はい、今日覚えていただきたいキーワードがあります、はい、今日覚えていただきたいキーワード、まず2つあるんですけどね。2つですか、今日2つ、はい、1つ目はちょっと引いてもらっていいですか、はい、ずっと引いていただいて、今日のキーワードこちらです。どん、梅雨ローンチ、梅雨入れのことです、はい、こっちすごい分かりやすいですね、ちっちゃい方分かりやすい、はいえ、ちっちゃい方が分かりやすいですよね。カッコの方が分かりやすいですね、はい、意識高い系なので梅雨ローンチって言います。ローンチ、はい、
あのサービスがローンチするとかいうスタートするっていうそういうタイミングで使われる。これからの季節ちょっと出していきたいですね、はい、梅雨ローンチ、梅雨ローンチ、そしてって言って、ね、もう一つがこちらです。お出かけオポチュニティこれなんですか、これ非常に気になりました。オポチュニティっていうのは、はい、そのチャンスであるとか、はい、その機会ですね、はいはい、ということなので、お出かけオポチュニティはお出かけ日和っていう使い方をします。ちょっと可愛いですね、オポチュニティ、はい、初耳ですか、お出かけオポチュニティ、これは多分みんな言いたくなりますよ。ちょっと使ってみましょう。お出かけオポチュニティです。お出かけオポチュニティ、はい、はい、お出かけオポチュニティ、まあ、思わずストライブの中でもね使ってしまう、ポロッと出てしまうかもしれません、はい、キーワードだと思います。言いにくいっていうコメントもありました、ね、はい、わかりました。ハマると思いますよ。この間よりも分かりやすいっていう話でしたけど、はい、大幅な変化はあまりあれ、まあでもこの2つに関しては理解しました、はい、今日のワード2つに関しては、はい、はい、梅雨ローンチとお出かけオポチュニティ、お出かけオポチュニティ、はい、はい、分かりました、ね、普段の生活の中で使っていただければ幸いです。そうですね、はい、はい、まあ、もう書いてるじゃん、お出かけ本当だ、結構ハマっちゃってるかもしれませんね。そうですね、お出かけオポチュニティ、オポチュニティ日和ではないですね、日和日和になっちゃいますもんね、はいはい、ということで、はい、本日の意識高い系天気でした。ありがとうございました。村田さん、ありがとうございました。あ、トリプルアクセルで出ていきましたね。ということで、先ほどからですねコメントでも宇野沢さんどこっていう、もう宇野沢さんを求める声が届いていたんですけれども、皆さん、村田さんの意識高い系天気いかがでしたでしょうか。梅雨ローンチとお出かけオポチュニティでも、こう最後にね、今日のワードはこちらですってまとめてくれるので、どうしてもこう皆さんも心に残ってるんじゃないかと思います。忘れたくても忘れられない、そんなキーワードになってるんじゃないかなと。虜になっちゃってますかね。どんどん皆さんこれハマってくるかもしれないですよ、はい、楽しかったよといただいてますねさあ、ということで宇野沢さん、改めてお呼びしましょう。よろしくお願いします。おかえりなさい。宇野沢さん的にはいかがでしたか。やっぱりお出かけオプチュニティですか。オプチュニティ、お出かけオプチュニティはですね、やっぱりフロントラインがパスするところは乗っ取り込めるんですね。おっとおっとおっと、すごい軽快に乗ってくるじゃないですかさらっと意識高いですね。何かが分かりませんけど意識高いですね、はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか、うん、今日もですね、あっという間にエンディングのお時間となってまいりました。そうだね、もうそっか、早いですね、早いですね。今日第2回目としては野沢さんはどうでしたでしょうか、うん、いやいや、あれですね、はい、よりコメントをね、うん、参加している皆さんと一緒にこう、はい、進められたかなと。そうですね、うんうん、皆さんの参加がないとね、はい、なかなかこちらの方も、はい、うん、返していけないかなと。そうですね、はい、これからも皆さんと一緒に作っていきたいですね。そうですね、はいはい、第2回目ということで本日お送りしていきました、この番組はですね、毎週月曜日の21時から21時50分までお送りしておりますので、うん、来週は9日の月曜日同じ時間21時からとなります。9日だ、もう9日ですね。来週そうか、そうですね、はい、はいはい、そして本日もですね、先週と同じメンバーでお送りしましたけれども、はい、あのお天気キャスター毎回違うあのメンバーが出てきますので、あ、そう、はい、またちょっと宇野沢さんとのこう、はい、やり取りもね、うん、いろんなパターンが見られるんじゃないかと思いますので、はい、今後の放送も楽しみにしていてください。こちらの番組、あ、来週も見ます、ありがとうございま す、楽しかった、うん、ありがとうございましたとコメントもいっぱいいただいてますね、はい、こちらの番組、今日皆さんからもコメントやハートで参加いただきましたけれども、はいはい、ぜひですね、 LINE ライブのアプリをダウンロードしてお楽しみください、うん、そのアプリの中にはウェザーニュースチャンネルというのがありますので、そちらをぜひフォローしていただきたいと思います。また皆さんがこう連絡手段として使っている LINE のアプリというのもあると思うんですけれども、うん、そちらでもウェザーニュースの公式アカウントがありますので、はい、ぜひ友達登録をしていただきたいと思います。先ほどのオーロラが綺麗に見えた時の情報だったりとか、うん、この番組が始まる時のお知らせだったりとか、そういったものが届きますので、ね、はい、あと意識高い系のね、意識高い系のコメントとかもね、そうですよ、はい、どんどん届いていきますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います、
1週間長いなという嬉しいコメントが届いてますね。そうですね、ありがとうございます。初めてだけど楽しかった、良かったです。はい、ということで、本日はここまでとなりますが、皆さん本日もご参加ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。マイヤ泉と小野沢でした。はい、ありがとうございました。